界の者が来たよ。重木ですね。じゃあ受け入れましょう。もうここまで重木を受け入れ続けたらもう受け入れるしかないですよね。はい。ということで信長の大使ルーズパープキット信長誕生シーバー信長誕生シナリオの千葉秋高編ですね。第4話開始しております。では手を打ちどうしましょう。なんか攻めるにしてもここ行っちゃいますか。宇都宮こうなったら容赦はせぬぞ。でここも行きたいね。ここがどこから攻めてんのこれ。ここから攻めてんの。こうなったら容赦はせぬぞ。これでここが赤くなったんで、じゃあ8500のやつでこっち行きます。出陣するぞ。あ、引っ込みましたね。はい。で、こいつは、手を打ちましょう。ここに行きましょう。出陣せよ。じゃあ、こんな感じで、こいつは、どうしよう。参る。一回帰って出直しましょう。二部隊しかいませんしね。はい。明かりごとなき者よ、滅びるがよ。かたじけない。5700、めんどくさいんでちょっと佐々木さんと戦争します。こうなったら容赦はせぬぞ。助立ちいたす。したら佐々木さんちょっと軽く つけば進め。帰りますよね。行こう。そのまんまこっち向かいます。進め。こんな感じで報告します。これより表情を行う。農業ちょっと惜しかったんだよね多分。これにて表情を終え。特に欲しいものは、これ商品ちょっと安くなるからちょっとだけ取っておきますか。ご命令。これ対面使うものがないんだよね。大宴会。ちょっと、でも足りそうなんだよね。まあ、とりあえず大宴会使っておきましょう。大宴会。この志必ずや果たしてみせようぞ。手紙配ります。片付けない。はい。もうね満タンになっちゃいましたね。そしたら歩兵やってありますよね多分。やってないですねここね。歩兵しときます。はっ。じゃあこんな感じかな。じゃあ進めていきますけど、まだなんか対面も、あ、商業とかどうなんだろう。商業進出、特に問題ないね。じゃあ建築やりましょうか。建築のアップのやつやっときましょう。これ。この志必ずや果たしてみせよう。ちょっと内政建築ちょっとちゃんとやっときましょう。撤去するものを撤去します最初。砦とこれはいらない。忍びの里から。ここまで交渉もいらないね。したら、あとは、上の方。
ああ、こっちの方、ああ、ちゃんと作ってくれてありそうですね。問題なさそうですね。じゃこの辺、発展。かしこまりました。かしこまりました。承知いたしました。承知。承知いたしました。かしこまった。はっ。かしこまりました。はっ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 。かしこまった。まあ、このぐらいちゃんとしっかりとやっとけば。かしこまりました。そうそう兵糧で困ることもないんじゃないのかなと思います。かしこまった。では進めていきます。方位66日ですね。あ、こっちも5000もいる。じゃあこっちの8000のやつで、こっちを。出陣するぞ。5000狙って3000の武将で、こっちか。出陣する。で、だいぶ、これが終わればだいぶ落ち着くんじゃないのかな。水攻めですね。あ、負けちゃった。この負けは痛いですね。まあ武将いるので、遠いところは却下、31日は却下で。後に続け。引っ込んじゃった。とりあえず集合場所ここにしなきゃダメだね。集合場所ここにして。30日8100。行くぞ。で、こんな感じかな。後に続け。報告します。ゲチオ使いの者が来たようです。従属か、しょうがない、受け入れましょう。そしたらこっち、ここ行きますか。宣戦布告で、こうなったら容赦はせぬぞ。手を貸そう。じゃあ、どうしようか。これはちょっと遠い。こっちは近場の方がいいか。近場行って、こっちが遠い、こっちを。あ、これまだ、あれか。宇都宮ここ一箇所だけだったってことか。はい、じゃあ。強行28日ですね。なんか撃って出てきましたけど、大丈夫ですね。我らに勝とう。10年早いわ。いや、10年早いって、10年後には多分もう、あれですよ、普通に、総武事例終わってますよ、多分。あ、今から10年経ってるのね。進め。今は多分2、3年ぐらい経ってると思うんで、うん。報告します。ご命令ください。あ、農業やってなかったですね。やっておきましょう。承知。で、歩兵。
大丈夫そうですね、あとはね。じゃあ進めていきます。おっと、また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 、貴様ごとき我が敵ではない。片付けない。4700で集まってる。どっから出してる、どっから借りてる、どっから借りてる、こいつは。どこだどこだ。足利さん、上杉でしょ。足利さんってどこにいる、あるの、どこだ、ここ。違う、千葉さんだよね、ここね。大田さんでしょ、上杉さんでしょ、北条さんでしょ、山内上杉さんでしょ。どこなんだろうこれ。先生の方でちょっと見ましょうか。千葉さん、上杉、あれ、そんなお家なんか見当たらないんだけど。宣戦布告できそうな場所に。参ったな。参ったな。足利さん、ここに宣戦布告入れたいんだけど。あ、ここかな？北条から来てんのかな？これ北条って出てないよね、これね。あ、北条か。北条から借りてんのか。さすがに北条を。北条帰らないよね、多分ね、これ。じゃあちょっと部分入場させて、舞台休暇。行くぞ。こっちに逃げますか。進め。全然いないんだよね、これね、部屋がね。これがあと1日だもんね。これ1日はつかないもんね。行くぞ。2日だもんね。行くぞ。あと2日で3日後に来るとこだもんね。集まりがここになってるからね。ここにすれば集まる前に倒せんのかな。進め。あ、よかったよかったよかった。解散した解散した。進め。はい、ということでね。ちょっとね、いろいろと苦戦しましたけどね。ちょっとじゃあ、入場させて、他か、一回返して、他からちょっと兵持ってきますか。持ってくるっていうか、ここはここで終わりにしたいんで、ちょっとこっちをつつきますか。このぐらいかな。で、1万8000。ただ、兵糧の減りが早いんで、1万6000ぐらい、このぐらい。で、ここでぶっつけて、進め。畑さんを取りますか。で、なんかもう一部隊ぐらいちょっと、ご詰め的なもので、ちょっと用意しておきたいですね。ちょっと兵出ないね。
二人しか出ない。じゃあ諦めます。はい、進めていきます。ホイル52日ですね。こっちは強行24日、472じゃ持つでしょう。じゃあこんな感じでね、進めていきます。ああ、娘くれた、ありがとうございます。これより表情を行う。いいのかな、農業軍地ね。これにて表情を終える。あ、こちらもちょっと進めていきたいんで取っときます。あ、待った、馬の防御これ取って、野戦築城をね、どんどん取っていきたいですね。3人、おー、いいじゃないいいじゃないいいじゃない、強い、こう来ましたね。まだね、この時点ではね、結構強い部類ですね。かたじけない。あとあれですよね、こっち側の方もちょっと攻めていきたいですよね、そろそろね。まあ進めていきます。この城もらったぞ。はい、ということでだいぶね取れてきたんじゃないのかなと思います。あとはこれが行くぞ。府中とかこっちの方行ってみますか。遅れを取るな。うん、これはこっちには来ないですからね。で、ここで倒してひょこっといけるような感じでいい感じになるんじゃないんでしょうかね。はい、手を貸そう。助立ちいたす。敵が我が領内に向かっております。何考えてんだろうね、ここね。何日？14日で届く？行くとしようか。戦場が3300なんだ。狭いんだ、ここ。とりあえず、これは生かしちゃまずいね。こっちに行って、遅れを取るな。ちょっと入場させましょう。待機せよ、この志。必ずや果たしてみせようぞ。報告いたします。ご命令ください。部分入場させます。ここ何人いればがっちり守れるんだろう。 1,2,3 人ですね。部分入場で、南部さんに任せますか。これ一回返します。9900。そしたら44日、結構時間かかるね。3500で、とりあえず武将もったいないんで。我に続け。
参る。我に続け。どうしましょう。微妙ですね。まあここ取られちゃったら取られちゃったで諦めますか。お師匠の兵を返したとしても意味がないですもんね。はい、進めていきます。まあみんな100ずつぐらいしか兵持ってないですもんね。今すぐに抜かれちゃう。はい、この城をもらい受けるって誰かが落としたはず。あ、ここ落としたんですね。あ、7800。あ、いいんじゃないんですか。こっち行ってみましょうか。違うな、これ。こっちに宣戦布告、山内さんに宣戦布告して、せぬぞ。手を貸そう。で、お市場をもらいに行く。参る。そうそう、9788が減るはず。進むぞ。減らない、減らない。参る。これこう行くと土地当たりそうな気がするんで、こっちからちょっとで、こう行って行きますか。11日ぐらいじゃ別に大したことないんで。進むぞ。こんな感じでお市場をちょっと、これ勝てますね。弱者にしよう。それが戦場よ。ちょっとこのままちょっと取り行っちゃいましょう。まあここ取られちゃってもしょうがないです。これはね、お市場をもらえるんだったらいいですね。負けてやるわけにはいかぬ。はい、バカですね。はい。こいつバカですね。ちゃんと帰ってればよかったというわけです。じゃあこのままこっち行って、勝てますね。後に続け。あと4日持てば勝てるんで。で、こっちは別にもう、遅くなっても問題ないですね。口惜しきことよ。畜生取られた。お味方が討ち死にしました。いやこれはひどいな。強行70日。大丈夫だね。兵も足りるね。いやー、悔しい。武将一人取られたのは、揺るぎません。次なる戦も、必ずや勝つ。では、ここら辺に行けばなんか出てきそうだね。こっちも行きたいね。まあ、とりあえずここ行きましょう。出てきてくれるみたいなんで。3900で出てきてくれるのは美味しいですね。はい。今こそ、柴家を撃つときぞーってことで。ものすごい量の包囲網がかかりましたね、これ。飽きないよ、始めましょう。かなりの量ですね、これ。報告いたす。ご命令を。ちょっと様子見ましょうか。この辺。でも、そんなでもないかな。ここは当たらなきゃならないけど、だって、ここら辺はあれでしょう。もう、従属の部下がいるから大丈夫そうですね。はい。ということで第4話はこの辺でね終了したいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。